こんにちは、ミスターまゆみさん。不安ですよね。はい、よくわかります、うん。私も不安でした。で、不安をかき消すために何をやったかというと、考える暇がないぐらい、不安というものに足止めをしなされないぐらいね、むちゃくちゃやりました。そして、挑戦っていうのは、やるだけやった結果、大失敗ってことも受けれなくてはいけないんですよね。だから怖いんですよ。怖いんですよ。で、私たちは心の中に恐怖っていう炎を持ってるんですよ。この炎を扱うことが下手だと、この炎に焼き尽くされて失敗、大やけどします。でもその炎が、その自分の心にね、ハードオンファイヤーしてくれるんですよ。火をつけてくれるんですよ。そして恐怖が私を駆り立ててると言ってもいいくらいですよね。だって、地震が起きたら怖いから私は、住む場所を決めたんですよ。彼女に、奥さんに逃げられたら怖いから自分の人間力を高めてるわけなんですよ。常に何かに怖い、お金がなくなるのが怖い、自分の、能力がなくなるのが怖い、だからリスクヘッジしてるんですよ。お金がなかったら何をして暮らしていくか、で自分の能力がなくなったら別の何をやって生きていくか、もう本当にね、怖いことだらけですよ。怖いから次のアクションのエネルギーが内側から湧いてくるんですよね。これは私の考え方です。私の場合はそうです。怖いから恐怖大歓迎なんですよ。怖くなかったら本当にね、猛スピードで車を走って怖いでしょ。怖いから保険にも入るし、怖いから交通法規守るし、怖いからこうやってよく見ながら運転するんですよ。怖いからスピードも出さないですしね。怖いからブレーキもチェックして運行前点検もするんですよ。恐怖っていうのはね、非常に大事な要素ですよ。恐怖なくして怖いもの知らずで成功することなんてないです。それは大怪我をして大激怒して死んでしまいます。ですんで、今回ね、ミスターまゆみさんが感じた恐怖、怖いなっていうのは大事にしてもらいたいと思います。恐怖をごまかさずに、恐怖を直視して、その恐怖にどんな武器で立ち向かっていくかってことを考えなければなりませんし、プラスですね、武士は生まれて7度死ぬっていうんですよ。武士っていうのは昔のね、侍っていうのは毎日が命がけの戦いですから、どんな死に方をするかっていうのを起きた時に7回考えるそうです。7種類の死に方、どういうふうに最後断末魔の叫び声を上げるか、自分が後ろから切り殺されたら最後は何をするかとかね。そうすることによって、今生きている身の回りの人にもったいない時間の過ごし方をしないように、きちんと朝飯前って言いますけどね、朝飯を食べる前に街を回って一通り挨拶をしてくるとか、街のことをよく見といて、自分の脳裏に焼き付けといて、もしかしたら今日これが街を見る最後かもしれないって腹を決めるんですよ。昔の武士っていうのはそういうふうに毎日死ぬトレーニングをしてたから、いざという時にですね、ひるむことなくもう命を顧みずに戦えるわけなんですよ。そういう精神の訓練をする場所が今はないですから、恐怖に立ち向かっていくために、恐怖をごまかさずに恐怖を直視してください。その怖さはどこから来るのか、その恐怖に勝つためには何をすればいいのか。むちゃくちゃ稼げば恐怖は消えるんじゃないですか。でも、むちゃくちゃ稼いでも恐怖は消えないです。それはですね、これから私はね、転落が起きるかもしれないとか、お金じゃ解決できない問題ができるかもしれない、そういうことがあるんですよ。例えば今回ね、私は大和君という子供を出産ね、うちに迎えることになりました。生まれてきました。でもですね、きちんと大和君が健康で5体満足で生まれてくるかどうか、私ではね、いくらお金があっても時間があっても、それはもう神の溝知るところなんですよ。で、流産の危険がないのかとかね、生まれてきて、運悪く何か大きな病気を先天的に患ってるんではないか、全部私の能力がどれだけ投入してもどうしようもないんですよね。恐怖ってのはあるんですよ。そしてお金がどんだけあっても、時間がどんだけあっても、それは無力だってことに気づく、こういう恐怖も私は受け入れております。以上でございます。ちょっとね、暗い話じゃないですよ、ミスターまゆみさん。これはね、絶対にごまかしてはならない問題なんですよ。これから一生恐怖と戦っていってください。そして恐怖に焼き尽くされることなく、恐怖という炎に自分のハートオンファイヤーをね、してもらってください。恐怖によって自分のエネルギーを駆り立てて、メラメラと燃えるその燃焼のパワーにしてもらいたい、アフターバーナーにしてもらいたいと思います。それでは以上です。